買ってみた、つけてみた、使ってみた、健太店長です。はい、おはようございます。今日、動画を始めて初めての外撮りということで、はい、今日は日曜日、ちょっと小雨が降ってるんですけども、今までね何回か紹介させていただいてます、カシオから出ました G-SHOCK、G-SQUAD PRO の、今日は実際にまた使った動画を、撮影していきたいと思います。今日はですね、この私の近所にあるですね、じゃじゃん、三石山という山ですね。あそこに、まあ、ハイキングしながら、実際に、ここの G-SHOCK の、アプリである山レコというね、機能を使って実際に、登山を、登山というんですかね、ハイキングしてみたいと思います。ではよろしくお願いします。行ってきます。あ、というその前に、ですね、ちょっと今日ね、私の友人が、まあ、前ど動画でもちょっと紹介させてもらった、ご飯をねたくさんおごってくれた、私の友人が今日は、手伝いに来てくれてますので、どうぞ。はい、ってことで、今日一緒に参加してくれいただきます、フォーピーです。フォーピー、ルフィ、かっこかしくルフィ、山やけど絶対焼けたくないホービーです。ございます。めちゃめちゃ有名かと。今日は健太店長の YouTube お手伝いさせていただこうと思いまかりっこしました。どうぞよろしくお願いします。ということで、はい、先ほど起きたんでこれが精一杯です。あ、もうちょっとね、お願いします。夜型なんで彼、はい、はい、お願いします、はい。じゃあ、山レコアプリを起動します。はい、あ、いいですね。ちょうどここが今入り口ですね。あ、ちょうど今行きましたね。はい、 GPS 精度もバッチリです。じゃあ、こっから登っていきます。はい、結構急な階段行ってきます。まあ、この山が三石山っていうんですけど、まあ、この地域も三石っていう地域なんですけど、なんで三石かっていうのが、この山に3つの石があるらしいんですよ。でその3つの石が三石の由来になったって言われてまして、まあ、今日はちょっとこの3つの石も、見ていけたらなと思ってます。はい、一応ね、この黒く表示されてるところが、まあ、登山道になってまして、ここが階段があるところはこういう風に黒く表示されてますね。はい、でまずはこの鳥居目指して頑張っていきたいと思います。これは頂上はすぐなんですか？ね、前階段数えたよ。数えた。頂上、まあ頂上に、おそらく頂上というかね、頂上の手前に神社があると思うんですよ。で、小鳥居さんですね、これは。はい、八幡神社、八幡神社って書いてるんですけど、はいはい、まあ、地の神様ですよね。でもここの八幡神社はもう跡地なんで、今はもうちょっと北の方に移動してるんです。あ、なるほど。これ旧八幡神社なんです。はい、じゃあ健太店長、健太店長、地の神様だったら余計にお参りしとかんとダメですね。あ、そうですね、まあ、入る前にちょっとお参りしてから、うん、字汚いから。あ、字が綺麗になりますそれは、はい、鳥居の左をくぐりましょう。で、行く前にお辞儀してよろしく。あ、左真ん中は神様が通るので、うん、鳥居くぐる時はね、もうね、膝が茂ってて、まあ、夏、まあね、いいよ。すごい茂りまくってますね。頭が、頭が薄いとかね、頭が茂ってないですよ、ね。いや、後ろからこう撮ると余計に後ろから撮り慣れてないです。まあ、シダというかすだれというかこれ結構階段が高いですな。一段一段、急ですね、これね。一段一段、
危ない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 怖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 い上品なんで。そうですね。はい。虫とか殺すとかまずなかったですもんね。なかったですね。ね、なんか虫とかにも愛があったよね。そうですね。上品なんで。上品なんで。2回言うたね自分で。大事なことなんで。はい。愛があるよね。でもカメラマンも大変ですよこれ結構。ねえ、いやこれ本当に今日カメラマン来てくれて、はい、ありがたいです。ああ。一人では無理ですよ。タタラン、タタランのうちに。通じてるみたいもうね、ずっと自分で喋ってくれるんですよ。なんかね、こういうの、ね、あ、大正5年と、はい、いうこと。結構だから歴史古いんですよね。そうですね。はい。まあ、もともとね、神社だったってことは、ここが参道だったってことなんでね。そうですね。ね、みんな昔の人はここを通って、そうですね。はいはい。なんかそうですね。ちょっと暗いんですが。はい。こういう感じで見てください、はい。まあ、ちょっと登ってきたんでね、はい、この、見える線がちょうどこの時計が向いてる向きですね、はい、だからこの父ちゃんの前参道に合わせて時計をねこう持って行ってやると道に迷いにくい、はい、くなってますね、はい、はい、私はそうこう言ってるうちにカニ噛まれましたな、行きましょうか。はい、行きましょう。あ、じゃあちょっとはね、まだ登山の途中なんですけど、今ご覧ください。どうぞどうぞ。見えますかね。まだね、中腹地点なんですけど、ボートレースナルトが見えますね。はい。海の向こう側がボートレースナルトですね。で、ナルトの市街地がその向こうに見えてます。あっちの方ですね。あそこにね、なんかライトがいっぱい立ってるの分かりますかね。あれはスポーツパークの、ライトですね。で、今日夜から試合があります。はい。ほい。なんかね、ちょっとね、この辺りからね、空気感が変わってくるんですよ。え？前にちょっとね、登った時もね、ここ辺りになるとちょっとガラッと空気が変わってて。はい、前はね、私夕方に登ったんで、はい、ここに来て、はい、正直ビビってしまって、はい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 、もうこれ以上先に進まんかったんですよ。怖いこと言うな。はい、で今日は怖いこと言うな。はい、僕一人じゃないんで。いや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 、進んでいこうと思うんですよ。いやいやいや、あやかしが出るぞ。はい、まあね、参道なんでね、まあ、ほんなお化けが出たりとかするよ。することはないと思うんですけど、これ第二の鳥居ですね。はい、はい、ちょっとね、鳥居が割れてるんですよ。あ、本当っすね。はい、ちょっとこの前ここ行ったな。この雰囲気のある参道、ある、前ここ行ったよ。ムカデ、すごいでかいムカデいますけど。怖い怖い怖い、ちょっと怖い怖いよ、あれ。うーわ、まあ、うーわ、おもちゃじゃないですね。気持ちが悪い、行きましょう、ちょっと。本物やろ。触ってみたら。階段もちょっと急になってきますね。なのでね、僕ね、アウトドアがね大嫌いなんですよ。ホービー極端ですもんね。アウトドア大嫌いですね。ハイキングとかもちょっと無理ですね。でもキャンプとかも完全無理です。キャンプ無理。無理です。まあ流行りですけどね。無理です、ね、だったら部屋の中でいます。意外とインドア。今ちょうどこれチェックしています。現在地ちょっとこれね。はい、
来ましたね。もうほぼほぼ。いや、これまだね、頂上じゃないんですよ。これ中間地点のね、八幡神社跡地まで来ましたね。はい。はい、あ、結構いい感じで登ってこれました。はい。めっちゃ登った。で、標高とかを見たいときは、もうね、これ画面に合わせてるんで、51メートル。はい。はい、こういうふうに、あの標高もね、パッと一目で見ることができます。はい。はい、87、これ心拍数87。ちょっと上がってきてますね、心拍がね。はい。はい、ってことただただなんか、ただただあの怖い映像に、怖い映像になりませんか？怖い、ちょっと怖い。ただただ、ただただ炭治郎の家みたいな雰囲気じゃないですか？ちょっとねこのね。これが多分その八幡神社跡地だと思うんですけど、これって鬼の道？うん。え？え？鬼って何？鬼だね。多分若干というかすごい怖いですよ。すごい怖いです。はい。結構。僕ちょっと敏感なんで。はい。やっぱりちょっと怖いですよね。はい。うん。ねもう一つまた階段どこにあるかなんですけど。はい。これだいぶいつ移転したんですか？これはいつなんですかね。ちょっとね、あ、分かった、こっちか、分からない。これね、でもね、なんか明治とか書いてるんですよ、ここの石とかに書かれてる明治とかに書かれてるんで、100年以上前、なんかここかよ。で、地図を見ると、こっち大丈夫ですか？はい。なんか怖い映像に大丈夫でしょうか、果たして。もうほんまにね、こっからマジで私行ったことないんで。ちょっと待てよ、こっからほんま初なんで。ほうな、まだ3つの位置もないですし。あるよ。おっ、こんなとこにカニがいますが。なんか安心できましたね。いや安心できませんよ。なんでこんなとこにおるんですか。水があるけんちゃん。へえ。すごいですね。